我是鹿酱。今天这支影片呢，又是一支非常特别的影片，因为今天呢，我要跟大家介绍日本女生她们最喜欢买的药妆有什么。因为上次拍了无印良品的影片之后呢，很多人留言都说想要看日本女生实际都买怎么样的药妆。那今天我来到的是 Ava Cosme 的元素店，这家店超厉害超大，大家现在我要来日本必来的地方。大家看我的后面，现在时间其实已经是晚上了，因为我跟他们店拿到许可，是等到整家店关了之后才开始拍的，所以就可以包场给大家看。那今天呢，依然是请到我两位朋友来，就是噔噔 Cody 还有马莎妮。那我们现在已经进到 Ava Cosme 的元素店，那他们这里呢总共有三楼建筑，我们现在在的呢是一楼，这个主视觉就是有日本人他们很常买的药妆的排行榜。那现在就先来带大家看一下日本人他们最常买药妆的排名是什么。真的超多的，哎，めちゃ綺麗ですよここは。二人も今日はランデブーを着てます。ありがとうございます。こちらケーブルレイヤードニットでございます。すごくあったかいし、これもランデブーのシャツなんですけど、自分のね、あのお持ちのシャツとも合わせられるので、はい、おすすめです。可愛いです。はい、カットリブニットドレスです。我觉得这一件超可爱的。ここがね開いてて、しかもあんまり体型を拾わないから、どういう体型の方でも綺麗に着ていただけると思います。那大家可以看他们这里每一格都属于他们自己的排行榜。那像这一格呢是护发产品的第一名。これ使ってます。今欠品中だよ。ね。これちなみに1年ちょいぐらいずっと使ってて。え、そうなんだ。香りと重さがちょうど良くて、朝必ず行く前に髪につけてから出るっていうルーティン。おすすめやつないのね。やついろいろある。こういうの買っちゃうよね本当に。なんか1位だったらさ、買っとけばいいって思っちゃう。間違いないって思う。そうそうそう。他们这里每一格都有试用品可以用，所以大家就可以看一下是不是自己喜欢的感觉。他们这里很酷，就会写上排名之外呢，还会再写一些宣传标语，我觉得超骚的。就真的来这里，大家真的要小心钱包，真的会买包。那从排行榜出来之后呢，他们这里全部都是各大品牌，除了开价品牌之外呢，也有很多百货公司的品牌。百貨店とか免税店来たみたいな。確かに。あ、女の子と一緒にこういうの見るの楽しいね。多分ね、一日那他们这里呢还有一些活动展示。那现在最红的就是这个完美日记的眼影盘，超漂亮的。持ってます。え、これ？うん。可愛い。猫好きじゃん。一生猫の話してるでしょ？うん。で、これ猫になれるって。他们现在有活动，说只要 follow 他们的 Instagram 账号就有送礼物，所以 Cody 跟马莎咪现在都在 follow 了，好可爱哦。哎，可爱呢！いい感じ，いい感じ。而且大家看他们这里，除了很多专柜之外呢，他们还有很多可以试用的地方，真的超棒的。哎，女生来这里真的是小心你们的荷包。这里也有一整个试用品吧，大家可以在这里试用人气商品，看自己想要买什么。これはあのトーンのブースターセラム。香りもいいし、化粧水の前にブースター入れてから化粧水から中にどんどん染み込んでいくっていうやつ。对，它这个质地是像凝露的感觉。これね使ってて三本ぐらい使ったかな。这里有アベダの发品。私も使ってます。ね、いいよね。ここにあのマサミってヨウくんがプレゼントしてくれる。私のマドゥ書いてる。なんかプレゼントしてくれた。あ、一緒。大事に使ってます。マッサージにもなるし。クッションみたいなの。オルビス、オルビス也很常跟ランデブー一起办活动。はい、今日の朝も使ってます。これ2本目でよくって、あのねメンズのオルビスの化粧水と乳液あるんだけど、それはりょうくん。ちなみにこれピーチ味のやつ？ね、私これはね飲んだことあるの。これねいいよ。飲み続けて効果が出るっていうやつで、非公式する前にオルビスの方がおすすめしてくれて、内からプルプルになるみたいな。然后这里还有头发专区，那我们全部的人都有用这个乌卡的头皮按摩刷。イエローでダブル使いするって。へえ。那他们这里呢也有非常多化妆的小道具，大家就可以来这边找。哎，真的是很夸张，什么都有。这个Ava Cosme真的非常的大间，真的是逛不完。我们现在还在一楼而已哦。これコティ使ってます。これ使ってます。これでめちゃくちゃ泡立ってて、ふわふわって顔にのせて顔を洗ってます。最近皮膚科の先生に言われたの。马莎咪桑又要跟大家推荐的东西了。もう一つこちらおすすめでございます。はい、これなんでしょう。お茶ゼリーみたいな味で、今日疲れてんなとか、明日ちょっと綺麗になりたいなとか、そういうちょっと何かしたいなって時に入れるやつ。美味しくって。でなんか内から綺麗になるっていうやつですね。うちのママが飲んでて、
で、そこから知りました。那现在呢，我们已经来到二楼。那二楼呢，跟一楼比较不一样的是，一楼呢几乎都是固定有的品牌，例如百货公司的品牌，还有开价品牌。然后说二楼呢是自由度比较高的，所以二楼呢有非常多活动，还有期间限定的展区。大家逛完一楼之后呢，可以逛二楼，就更自在的逛，还有男生的保养品之类的。ヒカル。うちの旦那が大好き。啊，そうなんですね。初めて見たちゃんと。旁边这里呢，还有各式各样的人气品牌，像是 Wonjoyo， 还有 Andobi 没加意。Silento， 我们三个人都有看 Silento。哎，大家没看人证，快点看，这会哭死哦。嗯，本当ですね。六話、六話、五話。泣けるんだよ、本当に。え、もう本当泣くんだよね。本当に泣くんだよ。ガチ泣きだよ。对 ，Silento 在日本现在超夯的。他们这里呢，也是有各式各样的品牌，大家可以来这里慢慢逛。もう本当なんでもある。おにょんちゃん、かわいい。おさじ、私こちら2個目使ってます。白心っていうやつで、私はねこれ何がいいかっていうと、これねリップもいけて、それをこのままここに行くのよ。へえ。あ、チーク。そう、ここに行ってチークにもできるっていうので2個使ってる。へえ。しかもこれオーガニックコスメだよね。なんかまさみさん結構使ってますね。お先生でもまたここ。こちらの人かと思っちゃう。いや、どうしよう。まだ喋れるはずだよね。ウカも好きだし。ウカも好きです。ウカいいよね。さっきもウカの話した気がする。あ、もう一回。またじゃん。ウカだよ。他们这个每个品项呢，都是希望你涂的时间。哎，像比如说这个晚上12:45，就是希望你可以放松，它就比较放松的精油香。なんか私プレゼントで7:152個もらったことあって、なんか朝派じゃん、ヨガとかしてて、だからまさみっぽいからみたいな感じでプレゼントしてくる、みんな7:15くれる。私全部ウカだからネイル。今はジェルだけど、取った時は全部ウカで全部塗ってる。そうなんだ。そう。我跟大家说，他们这里真的是，我觉得你完全可以用一整个下午的时间来逛，都逛不完，因为他们的品项真的太丰富了。你只要来这一间，你就不用去其他药妆店，因为真的什么东西都有。那现在呢，我们在这个地方呢是 Tokyo Seisdanking， 就是在全部的五 D A K 排行榜里，他们会依照每个不同的项目排出第一、二、三名。那我们现在再来是洗脸区 ，Koti 跟马莎咪都推荐这个。これめっちゃいいです。これめっちゃいい。ちなみにこれも。結構昔からあるやつだよ。お風呂行く時とかもすごい。これをポンポン。え、そう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 。ポッケとかに入れてサウナ行ったり。あと泡立ちもいいし。あと私はこれずっと使ってます。私シシっていうとこのクレンジングかファンケルのどっちかしか使ってなくて。へえ。これはオイルですか？オイルなの。他们这个真的是リアルタイムの売り上げ。好酷哦！这个雅漾就卖出889个。買ったことありますよ、ケイトの。あ、これもある。これもね、すっごい安くていいですよね。中に入ってるさ、このこれがいいんだよね。这里还有ポエンジョ、好可爱哦。マサミさんとセイカさんのイメージ。好きですね、可愛い、全部可愛い。そうだよ。え、待って、可愛いこれ。ボランドジョってね、持ってるだけで、見てこれ、こういうの猫だから。ボーランドジョ買ったことないんですよ。マジ？猫好き結構買っちゃうかも。真的好可爱哦。マサミさん说他有一个最近在看的品牌。ウズっていうアイライナー。友達がねランナーでつけてたの。なんかここにヒュって入れるだけでめっちゃ可愛かったんだよね。啊，可愛い。なんかワンポイントみたいな感じで入れるといいよって言って。他们这里呢还有卖超多香水的，像这里有 Tiffany 的香水。クロエと何か混ぜるとみんな何の香りって言ってくるの。これと何かいつも混ぜてんの。はい。いい匂い。めっちゃいい匂い。え、そうなの。でこれあの肌につけるともっと柔らかい香りになる。そう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 。这个只剩下最后一个，やっぱりマサミさん口コミ王ですね。口コミ王だな。何でも知ってるじゃんマサミさん。これもいいよ。あ、マルジェラのね香水。冬とか秋とかにいかがですか。社長持ってます。そう。めっちゃ社長じゃないですか。社長の匂いだ。このブランドは社長です。这个就是佐藤顺利他代言的粉饼。这个粉饼的特色就是你戴口罩的时候擦粉饼也不会掉。哇，好研究的专柜。マサミさん最爱的猫咪。見てください、この猫ちゃんを。可愛。もう可愛いから。あのプレゼントとかにおすすめです。那他们二楼这里也有 Tesla Bar。
在这里大家可以用各式各样的保养品和化妆品，然后他们这里都有敷你可以试妆的东西，真的是很方便。像是要洗脸啊卸妆，他们也有这种洗手台，还有我个人最爱的入浴剂大集合区，真的超爱泡澡，所以每次看到入浴剂就会超兴奋的，大家来的话也可以逛一下。然后也有卖各式各样的面膜，哎，大家真的也是超爱买面膜的吧？而且这个包装超可爱的，它在面膜这里还写狗后笔，奖赏一下努力的自己就买个面膜。他们这里有电梯，大家逛累的时候呢就不用走楼梯，可以坐电梯。好，那今天简单带大家逛一下啊，都是美的元素店，他们这里东西真的非常非常的多，品牌也非常的丰富。大家如果来日本的话呢，真的非常推荐大家一定要来这个啊，都是美的元素店。这个不是业配哦，是我们自己来的，这点很感谢啊，都是美让我们拍摄，才可以让我们这样整个包场拍给大家看。いろんなブランドありますよね。びっくりしました。びっくりした。選べる幅が広いというか。もうこういうの欲しかったっていうのが全部ここで揃うというか、プレゼントとかにもいいし、自分のプレゼントにもいいと思うし、あと一日遊べる。なんか充電できるところもね。对，还可以充电。我们刚才在楼上看到有个沙发可以充电。我自己觉得他们这里非常棒，就是有超多 ranking， 有很多排行榜。所以就是如果你懒得做功课，或是你不知道买什么的话，就看日本人买什么就跟着买就对了。真的是会花超多钱，请大家小心钱包。那就谢谢今天 Cody 跟马莎咪一起陪我来拍影片。ありがとうございます。ね、マサイさん9割、いや意外と割れてる。いや自分もびっくりしちゃった、なんかいや私そんな使ってないと思ったびっくりしちゃうよね。あ、これ使ったことある。しかもこれ2、3本使ってます。これ3本目。あのね、生きてる年数違うから。もう皆さんもうぜひマサミさんのリストを参考してください。好，那谢谢大家看这支影片。那如果大家还想要看我们拍什么的话，都可以来留言处跟我们说，那我就会再找他们一起来拍影片这样子。好，那谢谢大家，我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。